101連盟を私は迎えることができました。今日は本当にたくさんの方にお集まりいただいて大変嬉しく思います。新ちゃんぼむさんの証言。荒川堤防京成鉄橋あたりで4日の朝2時ごろだったと思います。うとうとしていると朝鮮人をつまみ出せ、朝鮮人を殺せなどの声が聞こえました。まもなく向こうから武装した一団が寝ている避難民を一人一人起こし、朝鮮人であるかどうかを確かめ始めました。私たち15人のほとんどが日本語を知りません。そばに来れば朝鮮人であることがすぐ分かってしまいます。武装した自警団は朝鮮人を見つけるとその場で日本刀を振り下ろし、または飛び口で突き刺して虐殺しました。一緒にいた私たち20人くらいのうち、自警団の来る方向に一番近かったのがリムソニルという荒川の堤防工事で働いていた人でした。日本語はほとんど聞き取ることができません。自警団が彼のそばまで来て何か言うと、彼は私の名を大声で叫び、何か言っているがさっぱりわからんから通訳してくれと声を張り上げました。その言葉が終わるや否や、自警団の手から日本刀が振り下ろされ、彼は虐殺されました。次に座っていた男も殺されました。このまま座っていれば私も殺されることは間違いありません。私は横にいる弟シン・フンボムと義理の兄に合図し、鉄橋から無我夢中の思いで飛び降りました。